高校選手権から1週間、日本の頂点を争った高校生が今度は世界を目指します。95ニューイヤーユースサッカー第2戦、日本高校選抜対 SC バルセロナユース、まもなくキックオフです。この放送は三井ホーム、明治製菓、フジゼロックス、コカ・コーラボトラーズ、テイジン、加盟株式会社 JR グループ、札幌一番、アスミックとご覧の各社の提供でお送りします。今前半40分がキックオフされました。右にエンドを取りました赤と紺のユニフォーム、縦縞のユニフォームが FC バルセロナユース、左にエンドを取りました白とブルーのユニフォームが日本高校選抜です。この試合の模様はジェフ市原スーパーバイザーの奥寺康彦さんの解説でお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日が95ニューイヤーユースサッカーの第2戦になります。昨日の第1戦 FC バルセロナユースは選手権の優勝チーム市立船橋高校と対戦しまして1対0で勝利を収めております。今日は日本高校選抜との試合になりました。まずボールを持って前線に上がっていきます。左サイドからの攻撃になります。さあここでボールを奪おうという日本高校選抜、一旦ボールを戻します。17番のラモン、そして8番のルフェテが一旦戻して、そしてここから組み立て直します。左サイドには1人アバットがポツンと立って待っていますが、このホイッスルがありました。日本高校選抜にファウルがありました。この選手がチームのキャプテンを任されました市立船橋高校の鈴木和弘です。さあゴール正面20メートルほどのところでのいい位置でのフリーキックになりました。守るゴールキーパーが奈良育英高校の奈良崎慶剛です。10番のアレマンが蹴るのか、あるいは8番のルフェテが蹴るか。直接狙います。キーパーの奈良崎が抑えます。キーパーの奈良崎慶剛が抑えました。この日本高校選抜チームはこの1月8日まで行われておりました第73回高校サッカー選手権大会の優秀選手でメンバーが構成されております。大会終了後30名の優秀選手が選ばれました。その後20名に絞られて、その20名が海外遠征を行うことになっています。8番のルフェテ前に送りますが、このボールをカット。ここで高校選抜が前線にボールを送ります。それではその日本高校選抜のメンバーからご紹介してまいりましょう。前線にボールを大きく乗せて、さあボールが絡んでいく。さあ前線に送った。さあ自分でシュートに行った。どうだ右が外れた。右が外れていきました。最後シュートを打ったのは17番の安田。惜しいですよね、今のはね。惜しいチャンスでした、ね、本当に今のはね、決定的なチャンスいくんですよね。長いボールが入ってきました。ここでちょっとディフェンダーが見てしまうような形になりました。そうですね、バウンドがちょっとね、思いに計算通りじゃなかったですね。なるほどね。そして安田が打っていきましたが、これはゴール右が外れました。さてそれではその日本高校選抜のメンバーです。ゴールキーパーが奈良崎慶剛、奈良育英高校日本ユース代表のメンバーです。そしてディフェンダーです。5番の川瀬誠司、帝京高校のキャプテン。そして6番の中崎弘則、やはり帝京高校、双子の弟さん、左のサイドバックです。そして7番の菅原龍太、市立船橋高校、右のサイドバックです。8番の鈴木和弘、市立船橋高校、今日はスイーパーを務めます。そして9番の萩村重則、四日市中央工業、ストッパーです。そしてミッドフィールダー3番の松田直樹、前橋育英高校日本ユース代表、今日は中盤の底を務めます。そして中盤を作る2人が13番の佐藤幸彦、清水市立商業高校、そして14番の吉村浩二、南宇和高校のキャプテンです。フォワードが2トップ、16番の森崎義則、森崎は得点王、選手権の得点王、市立船橋高校です。そして17番の安永壮太郎、清水商業のエースストライカーでした。先ほどいいシュートを見せています。そして控えのメンバーです。日本高校選抜がチャンスを迎えます。前にボールを送ります。森崎は通りません。もう一度立て直して、佐藤幸彦のシュートは右に外れていきます。リザーブの選手です。20番の安藤信也、東福岡高校、2番の池内智彦、室蘭大谷高校、4番の川瀬真一、帝京高校、10番の熱田誠、帝京、そして11番の敷田隆義、市立船橋高校2年生です。12番の森崎正光、3年生市立船橋高校、15番の中崎雄一、帝京高校、中崎弘則の双子のお兄さんです。18番の鳩康弘、滝川2校です。19番の小島博美、東福岡高校、20番がゴールキーパーの安藤信也、東福岡高校。さあこれはゴールキーパーに戻します。以上の日本高校選抜の20名のメンバーが海外遠征のメンバーということになります。
そして30名から20名に絞られるときに海外遠征のメンバーに入ることはできませんでしたが、優秀選手その他10人のメンバーをご紹介してまいります。1番がゴールキーパーの伊藤隆一、市立船橋高校、森山北高校の杉本聡、鹿児島実業の山岸圭介、森山北高校の1年生森川貴弘、奈良育英高校2年生の小出博之、そして那覇西高校ベスト8の立役者木名哲弘3年生です。帝京高校大会では5得点をマークした松並和幸、四日市中央工業の金子大輔、森山北高校のエースストライカー酒井明、そして奈良育英高校の岩木秀夫です。以上30名の優秀選手、そして海外遠征に向かう20名に絞られています。その20名で戦います日本高校選抜 FC バルセロナユースとの試合です。前半の5分を経過しました。両チームとも得点がありません。白とブルーのユニフォームが日本高校選抜、9番をつけていたのが4中高の萩村です。一方の FC バルセロナユースのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まず1番がゴールキーパーのマヌー、2番がアルベルト、3番がパオ、17番がラモン、この選手は中盤を作る選手です。そして5番のマルクが左サイドから上がっていきます。9番のボルハ、4番のペピンはディフェンダーです。7番のロレンが昨日決勝点をマークしました。8番のルセテが右から上がっていきます。10番のアレマンがゲームメーカー、11番のアバットが2トップのもう1人ということになります。この選手が7番の昨日決勝点を挙げたロレンです。この FC バルセロナの選手たちは全て登録名で名前を呼んでおります。今画面で捉えたロレンもコシンソ・ズニガ・オカニャという本名があるんですが、全て登録名で名前を呼ばれることになっています。さあ逆にボールを奪ったのが日本高校選抜です。これ中盤でボールをカットしていった FC バルセロナユース、さあ前が空いたぞ、ゴールキーパーの長崎が出ます。縦1本スルーパスを通した FC バルセロナユース、しかしシュートには至りませんでした。さて奥寺さん、ここまでの両チームの戦いを見ていかがですか。高校選抜はね、本当に伸び伸びとサッカーやってるなって気がしますね。チャンスも作ってるし、はい、攻撃の時もね、本当にいい上がりをしましたしね。そうですね、チャンスを作りましたよね。なかなかいい立ち上がりじゃないですか。はい、日本高校選抜を率いる東福岡高校の志波義則監督は、ラインディフェンスなどをやると急増チームなのでミスが出るので、今日は鈴木和弘をスイーパーに置くと、そしてまず負けないこと、ディフェンスを厚くして、そしてこの17番の安永、はい、そして16番をつけている市立船橋の森崎、この2人に期待するんですという話をしています。立ち上がりそういう場面ありましたよね、ですからこれ当たってるんじゃないですかね。なるほどね、はい、ここまではその計算通りの戦いと、はい、前に走っていこうとしたのが16番の森崎です。森崎はボールを追っていきます。クリアしようというところ、まだボールがこぼれています。安永が走り込んでいます。17番、さてそれではその日本高校選抜の試合前の表情を聞いてみましょう。日本高校選抜のベンチサイドは野口敦史アナウンサーです。野口さん、はい、柴監督はね、はい、昨日の市船戦の VTR を見まして、注意するのはやはりバルセロナのスピードだと、はい、その意味では立ち上がりの10分間が最も危険な時間帯であると話していましたね。なるほどね、はい、この10分間をしのいで相手のスピードに慣れてからゆっくりと押し上げていきたいと言っています。あ、なるほど、そして君たちの持っているものを全て出し切ろう、今日は勝ちに行こうと言いますと、イレブンはよっしゃと大きな声を出しましてね、はい、険しい表情で控え室を出ていきました、はい、今画面で捉えていた一番向かって左にいたのが柴義則監督です。44歳、東福岡高校を率いて22年目、東福岡高校は前回大会のベスト4、そして今年は3回戦で優勝した市立船橋高校に2対0で敗れています。そしてコーチとして登録されている千葉監督の横にいたのが布圭一郎さん、今回はコーチとして入っています、市立船橋高校の監督です。やはりこれだけの選手たちを預かるプレッシャーというのもあるというふうに話しているんですが、ただ今回は結果が欲しいんですという柴監督です。そうですね、やっぱこれがメンバーですから、はい、勝てる可能性は高いんですよね。あ、そうですよね。ただ問題はですね、はい、ディフェンスもあったけど、この息子の疎通ですね、あ、その呼吸という部分なんでしょうね、これがちょっとね、心配かもしれませんけどね、はい、その部分を今回キャプテンに指名したこの選手、8番の鈴木和弘に締めてほしいんだ。そうですね、市立船橋高校でもキャプテンでした。そしてこのメンバーの中でもやはり鈴木ですということを話していました。さあ前半1本目のコーナーキックになります。 FC バルセロナユース、右サイドからのコーナーキック、2番のアルベルト、1メートル80センチも上がってきました。このボールはちょっと離れたところに飛んでいきました。
ここでボールに絡んでいくのが17番の安永です。ここであまりディフェンスラインは一気に押し上げるという感じではありません、うん、でも前線が、ね、アタックいってますからね、なかなかいいじゃないですかね。おっとこれはオフサイドのフラッグがあっています。左サイドから森崎が走っていこうというところ、オフサイドフラッグが上がりました。さてそれでは一方の昨日1勝を挙げています FC バルセロナユースのベンチサイド金子茂アナウンサーです。金子さん、はい、FC バルセロナのアセンシ監督は、はい、昨日の試合はまずまずということで、今日は、やはり初めて対戦する相手ということで、初めは冷静に様子を見ようということですね。ただマークだけはずらさないように80分間常にボールをコントロールしろということです。なるほどね。そのあたりはやはり昨日の勝利の自信というのがあるかもしれません。シュートに行った左に外れます。思い切ってシュートに行きました。ペナルティーエリアの外から打っていきました。前半の10分を経過したところ、40分ハーフです。40分ハーフの10分を経過しました。この試合は同点の場合でも延長はありません。そのまま引き分けということになります。ボールを持ってコントロールしていったのが4番のペピンです。昨日は右のサイドバックに入っていました。この選手がペピン、19歳、スペインの19歳以下のスペイン代表の候補の選手でした。楢崎が長いボールを送ります。上空やや風があります。日本が風上に立っています。日本高校選抜ですから、楢崎のゴールキックはぐーんと伸びていくことになります。ここからゆっくりと組み立て直します。長いボールを送ります。前線に送ります。風があります。ボールが戻ってきます。ここで鈴木和弘が追っていってクリアしていきます。日本高校選抜は第73回大会の優秀選手で構成されています。まず13チームから30名が選ばれました。そしてその30名の内訳を見てみますと、優勝した市立船橋高校と準優勝の帝京高校からそれぞれ6人です。ベスト4の森山北、奈良育英から3人です。そしてこのメンバーの中では初戦敗退ではありますが、前橋育英の松田、清水商業の安永、佐藤といったところが選ばれています。奥寺さん、まずこのメンバーをご覧になってどういう印象をお持ちですか？そうですね、本当はね、はい、もうちょっと競争とかね、選ばれてもいいと思うんですが、それだけ層が厚くなってきたということですね。全体の層が厚くなってきますね、はい、ですから、決勝とかね、その前の準決勝見てもですね、はい、指導校が上がってきてないんですよね。あ、そういうことになりますね。全然レベルの層上がってるなってことですよね、はい。今回の大会を見てみますと、右サイドから折り返せばチャンスです。これディフェンダーがカット、ホイッスルが鳴りました。今回1月12月30日に開会式、そして1月8日に決勝戦が行われました第73回全国高校サッカー選手権大会、波乱の大会と言われました。シード校でベスト8に残ったのが鹿児島実業の1校だけ。その鹿児島実業も準々決勝で帝京に PK 戦の末敗れています。その他のシード校3校の成績を見ますと、清水商業が初戦で奈良育英に敗れました。そして東福岡高校も3回戦で市立船橋高校に敗れています。さあボールを折り返していきますが、これはゴールラインを割ります。また国見高校も9回目の出場で初めて3回戦で森山北に3対1で敗れました。そういう意味では波乱波乱と言いますが、これは全国的なレベルの向上と考えていいんでしょうね。そうです。それからシステムをね、はい、しっかりこうやってるところですね。自分の、ね、役割ですよね。なるほどね。そして、はい、監督の意図することをね、選手たちがその本当にこう出していると、それからそういう能力が上がっているところですね。これホイッスルがあって、これは FC バルセロナユースボールです。その指導者という意味でも新しい顔ぶれが随分出てきた大会でした。そうですよね。本当にこう勉強されてるなっていう感じがしますよね。奈良育英をベスト4に導いた上間監督、あるいは優勝市立船橋を優勝に導いた布野監督、30歳中盤の方が指導者として全国大会で勝ち上がってくるようになりました。前半の13分、まもなく14分になろうというところ、清水商業の佐藤幸彦、そしてこの選手が南宇和高校のキャプテンの吉村浩二です。選ばれた30名の選手を見てみますと、自分のチームでキャプテンを任されている選手が8人、また背番号10を任されている選手も8人いるんです。中心の選手が多いですね。それだけの個人能力を持っている選手たちです。中盤でのボールの争いです。佐藤幸彦が絡んでいきます。さあ逆にボールを奪った FC バルセロナユース、前に送ってロレンにボールを送ろうというところ、カットされました。右に叩きます。佐藤幸彦です。
13番の佐藤清水商業、そして前に送って16番の森崎です。戻してもう一度佐藤です。おっと、ここでボールを奪われます。ここでホイッスルがありました。今の油断ですよね、もうこういうチームが見ますとね、ああいう風にじっとしてボールを持っているとすぐ取られるということがね、分かればいいですよね。この選抜チームを率いる柴監督はこの13番の佐藤幸彦、17番の安永、清水商業の2人のホットラインがあるのがまず1つの得点源、あとはもう1つ南宇和の14番の吉村、市立船橋の16番の森崎、ここのパイプがつながれば点は取れますと話しています。ヘッドで流します。そして11番のアバットです。前空いています。キーパーが出ます。ゴールキーパーが抑えます。今ちょっとディフェンダーが見てしまうような感じになりました。ゴールキーパーの楢崎成剛が飛び込んでまいりました。前が空いてここです。そしてやはり最後ピンチのところに飛び込んできたのが8番の鈴木和弘でした。さあ日本高校選抜は17番の安永が走ります。安永宗太郎、ここでボールをカットして左サイド中崎弘則から前へ、14番の吉村です。そして前に送ります。ヘッドで落として、これはいい展開になっています。しかしここですボールを奪われました。自分でドリブルで持っていきます。4番のペピン、赤とブルーの縦縞のユニフォームが FC バルセロナユースです。今ボールタッチしたのが10番のアレマン、ゲームをコントロールしていきます。ここでボールをカット。基本的に守りの中心になるのが8番の鈴木和弘、その前にセンターバックとしてストッパーとして5番の川瀬誠二、9番の萩村重則がいます。この選手が11番のアバットです。11番のアバット、一旦戻して前線に上がっていきます。17番のラモン、素晴らしいですよね。今のもうちょっと大きそうに見えましたけど、本当スペースにトラップをしてですね、次のそのプレーを考えてますよね。ああいうね、こう先を考えたボールの持ち方、本当のここですよね。このファーストタッチですね。そうです、はい、完全に目を抜けてますよね。自分のスペースを計算してトラップをしているわけですね。昨日この試合を見ていた行政高校の林監督が、はい、ボールを止めるという技術がまず非常に正確だということを驚いていました。 FC バルセロナユース、もうそれもただ止めてるだけじゃなくて、みたいね、はい、その場所によっての止め方ありますよね。計算されているわけですね。そうです、そうできてますね。今一人選手が倒れています。安永でしょうか。ここで競った時にあちょっとね、肘が当たってるんですよね、はい、顔のあたりに肘か何かが入ったようです。あるいは胸のあたりでしょうか。まあ大丈夫でしょう。簡単に入りましたからね、はい、前に行こうとする力と後ろから飛んできた選手との接触です。17番の安永、あ、首のあたりでしょうか、ね、肘がついてなかったですよね。苦しそうにしているこの選手が安永です。選手権では今回の選手権を代表するストライカーと言われながら初戦敗退、得点を挙げることができませんでした安永です。14番の吉村が前に送ります。そして16番の吉村、今森崎が抜けようというところ、ボールが長すぎました。この選手が16番の森崎義行、市立船橋高校です。昨日この FC バルセロナユースと戦って非常に悔しい思いをしました。明日は爆発しますと約束した森崎です。これはタッチを割っています。田島さん、はい、キャプテンの鈴木もね、昨日の敗戦は非常に悔しがってましてね、でバルセロナの印象を聞きますと、いや大したことなかったですよと、1点取られたのも悔しかったけど1点も取れなかったのは悔しくてしょうがない、今日は絶対に勝ちに行きますと。あ、そうですか、はい、日本高校選抜のキャプテンの鈴木和弘です。この日本高校選抜が戦っておりますバルセロナユース、トップチームのバルセロナはもう皆さんサッカーファンの方だったらご存知だと思います。トップチームはヨハン・クライフ監督が率いておりまして、スペインリーグ過去14回優勝、現在4連覇中、またスペインカップも過去22回の優勝を誇っています。トップチームと同じ赤と紺のユニフォームです。1992年にトヨタカップで来日しています。その時にはサンパウロ FC に2対1で敗れました。ゴール前こぼれたところ、赤いユニフォームの選手が多く寄っていきます。そしてトップチームの下に18歳から23歳までの B チーム、その下に18歳から20歳までの C チーム、それぞれがスペインの2部リーグ、3部リーグでリーグ戦を行っています。そしてそれぞれのチームに ABC、 それぞれのチームに選手を供給しているのがこのユースチームということになります。
ペイン国内のユースリーグで現在第2位につけている強豪チームです。この FC バルセロナという組織を見ますと、7歳から年齢ごとに16の年齢段階で33チームがこのトップチーム FC バルセロナを支えています。所属選手は全てで合計で800人、巨大なピラミッドの頂点がトップチームということになります。きめ細かいですよね。そのきめ細かさ、年代ごとにそれぞれの適性を見ているようですね。そうですね、まあ、そうしないといい選手を育てないということなんですね。800人の所属選手がいてトップチームに上がっていくのが、まあ、年間10名いるかいないかという厳しい競争の世界です。さあ右サイドいいボールが出ました。ゴール前に3人の選手が詰めています。さあグランダのボール、ディフェンダーがカットしていきます。このあたりはきちっと読みが出てきました。日本高校選抜のディフェンスラインです。さあ左サイドに選手が1人フリーになっています。ポーンと前に送って、これはオフサイドでした。そしてこの FC バルセロナユースも16チームが参加しているスペインユースリーグで現在第2位、昨シーズンはこのユースリーグで優勝、またユースの国王杯も取っておりまして2冠王に輝いています。そのこの FC バルセロナユースを率いているのが45歳のアセンシ監督。1966年から77年までバルセロナでプレーしたミッドフィールダーです。このプレーをした時にアセンシ今の監督が10番、9番をつけていたのがクライフという選手なんですね。ユースを率いて14年目になりますアセンシ監督です。ここまで両チームとも得点なく前半の20分が経過しました。立ち上がっているのがアセンシ監督です。昨日は1対0で日本高校サッカー選手権大会の優勝チーム市立船橋を下しました。前線にボールを送って、このボールによっていったのが川瀬です。5番の川瀬、そして2人の選手が包むような形になりました。6番の中崎博典、帝京コンビが包んでいます。ここで前に送りますが、これはオフサイド、これはオフサイド。今立て続けに2回オフサイドがありましたが、奥田さん、これはディフェンスラインが機能してきたと思っていいんですか？そういうことじゃないですね。別にあなたにしてませんからね、ただ同じラインにいるわけですけど、はい、ちょっとであのワルスの選手がね前に来てみたっていうことはありますね。別に意識して上げてる感じはしませんけど、まだそこまでは行っていないわけですね、はいはい。さあここからチャンスに結びつけたい日本高校選抜です。こういう1対1ですよね、はい、それはもうバルセロナの方が強いですよね。昨日の市立船橋もあれだけ力強い選手たちがいとも簡単にもう飛ばされていたんですね。本当にボールギアは強いですね、はい、1人ディフェンダーを背負ってのプレーになりました。そして中央からダイレクトの速いボール回しです、うん、これ展開はなかなかいいですよ、はい、右サイド菅原龍太前に送ります。このボールが通りました。17番の安永が開いています。そして森田ダイレクトにつなごうというところ、このボールがつながりません。今中盤でポンポンとダイレクトのつなぎがありました、うん、なかなか見えてますよね、はい、8番のルフェテです。 FC バルセロナこれ潰しに行きますが、ボールを奪うことはできません。17番の安永が絡みます。そして前が空いています。フリーになっています。ドリブルで持っていきます。左サイドにフリーになっている選手がいます。8番のルフェテ、さあここからどうするかです。1人かわしてセンターリング送った、ゴールキーパー長崎を抑えます。長崎の守備範囲の広さは選手権でも光りました。日本ユース代表でもあります楢崎誠吾、この高校選抜の中では3人の日本ユース代表の選手がいます。ゴールキーパーの楢崎、そして中盤の今日はそこに入っています松田直樹3番、そしてトップの17番の安永宗太郎です。前半の残り時間が10分です。日本高校選抜この選手が14番南宇和高校の吉村です。日本のユース代表の候補でもありました。今グラウンド上で戦っている11人とベンチに入っている9人、この20人が4月の6日から海外遠征に行くことになっています。4月の6日から4月の20日までヨーロッパに遠征します。この期間中ドイツのデュッセルドルフ国際ユース大会に参加します。また4月9日にはミラノダービーマッチ、セリエ A の AC ミラン対インテルの試合を観戦するという予定も入っています。左サイド8番のルフェテ、1人抜いていきます。センターリングを送ります。ボールがちょっと長いか、後方に流れてしまいました。そして4番のペピンです。17番のラモンです。前に送ります。ここにいません。しかしまだボールを支配しているのが FC バルセロナユース。お、2人を抜いて前に送ります。7番のロレン、ロレンのシュート、カーブがかかっていますが右に外れます。この、はい、だんだんその個人技にね
やられ始めてますね。1人2人と抜かれるようになってますね。そうですね、それにあの1人2人3人ディフェンスがいてもですね、はい、ボールがキャッと止まりますんでね、なかなか当たりに行けないんですよね。なるほどね、ただ前に突っ込んでいけばいいという守りでは通用しないわけですね。そうですね、ですからもうしっかりもう前線にいるたらば7番の選手とか、はい、11番選手しっかりもうマークするのは必要かもしれないですね、はい、基本的にはマンツーマンでと話していた芝監督です。でも大事な時に話してますよね。そうですか、最終ラインでボールを回しているのが FC バルセロナユース、前に送ってこのボールをカット、ここを早く行きたいですよね。このパスです、これはちょっともったいなかった、ここで包んでボールを奪おうとするんですが奪えません。8番のルフェテ、14番の吉村君も甘いですよね。あそこがずっと行かないとやっぱりダメですよね。もっとタイトに行っていいんですね。そうです、遠慮している感じに見えるんですけどね、はい、日本高校選抜の海外遠征というのは昭和48年から始まっています。その時は第1回はフィリピンとタイへの遠征でした。昭和53年からヨーロッパに遠征するようになりまして、昭和57年からは各年でドイツとスイスの国際ユース大会に参加しています。さあ前が空いています。右サイドに森崎が走っています。右サイドの森崎、これはオフサイドがない。しかしこれはボールに追いつきません。この辺り呼吸が合いません。そうですね、今の呼吸合ってないですね、はい、1982年から各年でドイツとスイスの国際ユース大会に参加している日本高校選抜、そこで日本側も感謝の気持ちを込めて、そしてより一層の交流を深めようと1989年から前の年の大会の優勝チームを招いて日本で戦うニューイヤーユースサッカーが始まりました。ですから今年この来日している FC バルセロナユースというのは94年去年のベリンツォーナ国際ユース大会で優勝したチームです。その FC バルセロナユースのボールフリーキックで試合が再開されます。17番のラモンがボールを出します。そしてもう一度ディフェンスラインに戻します。5番のマルクが今日は下がっています。昨日は右サイドのハーフで上がっていった選手です。もう一度左がフリーになりますよね。そうですね、ここでチャンスが生まれますよね。そしてドリブルで上がっていかれますからね、はい、日本の攻めです。鈴木から長いボールです。安永です。そして吉村へボールがつながりません。17番の安永が絡んでいきます。戻します。アイコントロールだったら取られますね。そうですか、これボールを奪ったぞ、パスが通りません。今通っていれば決定的だったんですが、 そのパスが通りません。うまく読んでましたね、はい、左サイドです。17番のラモンです。ボールを奪います。菅原から前に叩きます。もう上がっていったもいいんです、ドリブルで待たないで。あ、自分で行っちゃっていいわけですね。これもう取られちゃうんですから。あ、こういうところですね。スペースにどん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 行けばいいんですよね。7番の菅原から前へ、ディフェンダーを背負っています。森崎、そして右サイド安田が走りますが、このボールがコントロールできません。思うようにボールが前に進まない日本高校選抜です。FC バルセロナユースボールのスローインです。日本もどちらかというと右サイドから崩すという場面が多くなっています。設定、これはタッチ終わっていません。日本高校選抜ボールのスローインに変わります。この選手が8番のルフェテ、昨日は右サイドから今日は左サイドからチャンスを作っています。浮かしたボールで通りました。7番の菅原です。7番の菅原のセンターリング、さあそして森崎だ、森崎のシュート、左に流れた。やっと前が空いたという場面でした。ここでポーンと浮かして一律船橋同士のパスということになりました。そしてこぼれたボール、森崎のシュート。森崎義行、選手権では8得点をマークして得点王でした。ワントラップしてのシュート。これで日本高校選抜はシュート本数で言いますと4本目になります。バルセロナの方が3本です。田島さん、はい、千葉監督はね、考えすぎないでもっと左右の空いてるスペースを使ってどんどんシュートを打っていけという話をしていた直後の森崎のシュートでした、ね、はい、先ほど奥寺さんも同じ表現がありました。画面一番手前が千葉監督です。そしてその横にいたのがコーチとしてベンチに入っている布圭一郎、市立船橋監督です。さて、そして佐藤がボールを持っています。おっと接触プレーです。倒されました。長い笛がありました。これはどうやら警告が出るようです。イエローカードが出ました。ちょっとエキサイトしています。4番のペピンにイエローカードが出ました。13番の佐藤が倒されました。
ここでの接触プレーです。完全に脇腹に入っています。大丈夫なようですね。立ち上がりました。日本高校選抜の方のベンチではまだアップをしている選手はいません。この選手が13番、清水商業の司令塔佐藤幸彦です。フリーキックはほとんどこの佐藤が蹴っていきます。日本高校選抜前へ送ります。右サイドのボールです。森崎が追っていきます。ゴールライン割りません。しかしこの選手は FC バルセロナのボール。しかしヘッドで蹴った安田が、そしてシュートに行きたいところ、3番の松田が上がっています。シュートには至りません。最終ライン8番の鈴木です。ヘッドで落とします。このボールに追いつくのはどちらか。5番の川瀬がマークしています。そしてこのボール前に送ります。その前にホイッスルがありました。そしてこれは10番のアレバンが倒れていて、そして中崎にイエローカードが出ました。中崎宏典パスした後に蹴ったんですよね。なるほどね、はい、6番の中崎宏典、帝京高校双子の弟さんです。左のサイドバックです。ここですね。ここでパスした後、あ、遅れたチャージということになります。イエローカードが出ました。ちょっと激しい試合になってきました。まあこのぐらいやっていいんじゃないですか。あ、そうですか、はいはい。まあ、ファウルはいけないんですけどね、でもやはりどんどん当たっていかないとですね、負けますからね。ポーンと浮かしたボール長崎です。やはり同じような力ですとね、はい、あとは当たり負けしないことが大事ですからね。テクニックのレベルが変わらなければもう力強さの勝負ということになります。そうなんですよね。ヘディングでも決して負けない高さがあります日本高校選抜。今試合に出場している選手の平均身長を計算しますと 178.5cm という選手たち。高いですね。我々の時代考えられないって。そうですか。今本当に大きくなりましたよね、あとこれ力強さをつければ本当に将来楽しみですよね。そうですね、はい、前線にボールが流れてヘッドでクリアしていきます。ボールを持っているのが11番のアバット。一旦開きます。そして左サイドサイドチェンジしていきます。選手たちがぐーっとメインスタンド方向に流れてきます。この選手が8番のルフェテ、5番のマルクが追っていきます。まだ両チームとも得点がありません。前半の残り時間が少なくなってきました。日本高校選抜のチェックもだんだんと早くなってきました。13番の佐藤幸彦です。激しいチャージです。8番のルセテ、17番のラモンがいます。ラモンが前に送ります。いいパスが通りました。前を向いています。ポーンと浮かして、これは長すぎました。この辺りは FC バルセロナユースの方が意図がはっきりしたボールが多くなっていますね。まあ、やはりチームですね、長くやってますからね、落としたところです。ヘディングでバックパス惜しかったですね、今のね。安永が森崎を使おうとしました。日本高校選抜の柴監督はタイプの違う2トップ、この2人で1点を期待しています。森崎のヘディングと安永の突破力。これはタッチラインを割って日本高校選抜ボールのスローインに変わります。もう前半のすでに39分を経過しています。前半の残り時間が30秒を切っています。前線に送ります浮玉です。ヘディングでクリアしていきます。もうほとんど前半の残り時間がありません。両チームとも得点がありません。0対0です。40分を経過してロスタイムに入りました。守りきることができるか日本高校選抜。もうほとんど時間がありません。この試合はレフリーが布施さん、ラインズマンが大野さんと浜名さん、予備審判が磯川さんです。まだ布施さんは笛を吹きません。バックスタンド側からのスローインです。2人の選手に包まれています。そしてここで細かくつないで、もう時間がほとんどありません。ドリブルで持っていって前に叩きます。そして安田が、このトラップ、ボールを奪われました。日本高校選抜です。ここでホイッスルです。前半の40分を終了しました。両チームとも得点がありません。0対0で折り返すということになりました。この森崎の素晴らしいシュートがありました。しかしゴールを割ることができませんでした。森崎が引きつけて浮かしたボール、7番の菅原、そして菅原が折り返したところこぼれたボールでした。森崎のシュート、しかしゴール右に大きく外れていきました。もう一度森崎のシュート、ゴールなりませんでした。
前半の40分を終わって両チームと得点がありません。95ニューイヤーユースサッカー第2戦、両チームとも得点なく0対0です。前半40分を戦って両チームとも得点がありませんでした。0対0。後半の40分がキックオフされました。奥寺さん、なんとか1点を日本高校選抜で取ってほしいですね。そうですね、そうするとね、試合も面白くなるんですけどね、一段と激しさが増すような形になるかもしれません、そうなると思いますよね。今度は左にエンドを取りました。赤と紺の縦縞のユニフォームが FC バルセロナユース、こちら白とブルーのユニフォームが日本高校選抜です。これはファウルスローを取られました。いや、接触プレーがあったようです。16番の森崎が接触しました。これでファウルです。 FC バルセロナユースのフリーキックに変わります。両チームとも前半とメンバーの交代はありません。日本高校選抜の志波監督もいろいろな選手を試したい気もするんだけれども、やっぱり勝つことを考えるとあまり試せないんだよなということを言っていました。そうですね、まあそんなに悪くないですから、まだ変えない方がいいかもしれませんね。まあこれで10分、15分過ぎた頃に何か変化が出ることになりますけど、志波監督もまず守る、負けないこと、はい、そして前の選手で点を取ることと言っています。ということはある面計算通りの前半ですよね。そうですね、0-0 ですから、うまく守れてなって気がしますね。田代さん、志波監督控室に帰ってまずディフェンスを褒めましたね。あ、やっぱりね、はい、で問題は中盤だと、はい、中盤でのプレスがまだ少し甘いと言ってますね、はい、で13番の佐藤、そして14番の吉村に、はい、攻めていってボールを奪われた時のマークの受け渡し、これを確認していました。あ、なるほどね。そのあたりやはり守備的な要素が監督からの指示でも多くなります。今倒されたのが6番の中崎博則です。左のサイドバックになります。前線に長いボールを送ります。ここでヘッドでセット、落ちたボールです。落ちたところに白いユニフォームがいません。田島さん、はい、一方の FC バルセロナですが、はい、選手監督は昨日に比べて格段に日本高校選抜の当たりが強いことに驚いていました。あ、なるほどね。それからフォワードに関しては、君たちは同じ歌ばかり歌っている、同じ攻めばかりをしている、もっと工夫をしろ、そしてディフェンスは最終ラインのクリアを大きく、とにかく相手陣内でサッカーをするようにという指示です。あ、なるほどね。同じ歌ばかり歌っているという表現がありましたね。すごいですよね、この要求というのはね、ただ間違いなくここでゴールを目指す選手たちではありません。さらに上を、ですからいろいろトライをしていくのが FC バルセロナユース、また日本高校選抜ということができます。そうですね。さあ、これはいい展開です。右サイドです。佐藤幸彦はこちらに走り込んでいました。市立船橋、そしてフォローがあります。右サイド、センタリングを上げたいところです。ディフェンダーが飛び出してきます。ここでカットしました。中盤の佐藤、そして右サイドから菅原が上がってきました。今でもね、はい、佐藤があったら、ね、かかればいいんですけどね、止まって待ってるんですよね。もっと当たりにいっていいわけですね。少しね、行けばいいんです、ドリブルでね、はい、それだけの個人技は持っている選手、はい、そして上がるのを待ってればいいんですけど、立ってますからね、はい、もう向こうも読めますよね、あ、これは来るなっていうのはね。佐藤幸彦は卒業後は清水エスパルスに入団することが内定しています。今グラウンド上にいる11人の中で7人が J リーガーということになります。この森崎がジェフ市原に進むことに決まっています。今日はジェフ市原のスーパーバイザー奥寺康彦さんの解説をお伝えしております。森崎のいいところというとどういうところになりますか。やはりボールキープはしっかりできるし、はい、あとゴール前ですよね、点が取れる選手ということですよね。決定的な力を持っています。持ってますね、ヘディング強いし、本当に楽しみな選手ですね。そのあたり、はい、FC バルセロナの選手監督は、森崎は日本人のプレイヤーの中でテクニックで頭一つ抜けている、そして頭を使ったプレーが随所に見られるいい選手だという評価です。あ、なるほどね。という今立ち上がっている方が選手監督です。FC バルセロナユース、バルセロナ自体は1899年に創立されたスポーツクラブ、企業を母体としているのではなくて、登録されている会員の会費で運営しているそうですね。多いんですよね。10万46人という正確な数字が返ってきました。めちゃめちゃ多いですよね。10万人目の会員が FIFA 国際サッカー連盟会長のアベランジェ名誉会員という話も聞いています。またその他にもローマ王法王のヨハネ・パウロ2世とか、国際オリンピック委員会のサマランチ会長も会員になっているという FC バルセロナです。そうですか。でそのバルセロナの方は年会費が日本円で12,500円、その会費を払うとサッカーを含めて12種目あるバルセロナクラブの試合をすべて
立ち見で観戦することができるんだそうです。サッカーの場合9000円を追加するとゴール裏、4万円を追加するとスタンド席で見ることができる、そういった会費で全ての運営をしているという FC バルセロナであります。そのユースチーム FC バルセロナユース、左サイドからチャンスを作ります。11番のアバット、ゴール前にはロレンがいますが、これはディフェンダーに当たってコーナーキックに変わります。後半初めてのコーナーキック、ショートコーナーを使ってこのボールを奪います。いいですよ、どんどん行った方がいいですね。自分で取っていきたいところです。鈴和弘が上がっています、ね、スイーパーの鈴木です。そしてこれ中、このパスがちょっと弱い、ないですよね。もっとえぐっていいんですか、もう少しね、あのパスもいいんですけどね、今のはもうミスですよね、はい、ちょっともったいないプレーでした。しかし果敢に飛び出していった鈴木和弘、いいダセスでしたよね、先ほど7番の菅原、右のサイドバックも一気に上がっていくという場面がありました。少しずつ攻め手が増えてきている日本高校選抜です。ホイッスルはありません、ホイッスルがありました。日本高校選抜ボールのフリーキックに変わります。こういうフリーキックで安永なり森崎の頭でつないで、その後のプレーです。そうですね、そういうのを狙えればいいですよね、ポーンと浮かしてここに安永がいます。安永一旦戻して右サイドからのセンターリング、逆サイドに一気に振ります。そしてヘディングで競ったところこぼれたボールです。もう一度佐藤幸彦がいます。一旦戻します。松田です。松田直樹、ポーンと中へ森崎が競って、そしてゴール前こぼれたところ安永が走り込んでいきます。キーパーが抑えます。こぼれたボールです。まだホイッスルがあります。振り向き方のシュートはホイッスルがありました。安永のファウルがありました。やっと波状攻撃になってきました。なんかね、今のいい感じになりましたよね。ヘッドでのクリアがちょっと前の方向に流れました。キーパーが弾いて、ここでファウルがありました。 FC バルセロナが最終ラインからゆっくりとボールを持って上がります。ここでお知らせです。2002年ワールドカップ日本開催の実現に向けて、ワールドカップフレンドリークラブでは会員を募集しています。会員の方々のお名前は日本サッカーファンの署名として国際サッカー連盟に提出されます。詳しくは東京03-3746-2002番ワールドカップフレンドリー事務局までお問い合わせください。田代さん、はい、FC バルセロナはルビオがスタンバイしています。16番のルビオ、はい、ラモンに変えて投入するようです。これは中盤のチェック、佐藤あたりがフリーになっているということで、ルビオを投入するようです。それから6番のグシと15番のフランセスクもウォーミングアップを開始しています。あ、なるほどね。あの今最初にありました16番のルビオという選手、はい、昨日中盤で頑張っていた選手ですね。なかなか僕は良かったと思うんですよね、ただ昨日一番怒られていたのもこのルビオだったという話も聞いています。さあ右サイド安永が抜けます。安永ボールをコントロール、ホイッスルがありました。安永のファウルを取られました。ここで17番のラモンに変えて16番のルビオがスタンバイしようというところなんですが、レフリーが気づきませんでした。そのままプレーが流れます。赤と紺のユニフォームが FC バルセロナユースです。ここでメンバー交代が認められます。17番のラボンに代わって16番のルビオが入ります。このルビオも1m80cm ある選手です。中盤の底のようなポジションでプレーをする選手です。この選手がルビオです。おそらく中盤でこの選手がボールを持つ場面が多くなることでしょう。ボールを入れて安田が戻します。そしてここでのカットです。この選手が14番の吉村浩二です。日本高校選抜を率いる志波芳則監督が実際に見てみて最もイメージが違った選手の名前としてこの吉村を挙げていました。クレバーな選手だというのは分かっていたんだけれども、一段とたくましさを増したと話しています。ここでボールカット。その吉村、去年の3月に東福岡と南浦が試合をしたときはもう少し弱い感じがあったんだけれども、この1年で急成長したといいます。日本ユース代表の候補でもあった吉村です。その吉村が今16番のルビオと競っていきました。サイドを変えます。 FC バルセロナユース右サイド2番のアルベルトから前へ。
ここでボールを奪いたいところ森崎です。森崎ボールを奪って流します。安田が1人抜けば大きなチャンスになる。そして安田が走っています。ゴール前には松田が詰めています。3番右サイド13番の佐藤幸彦が倒されたホイッスル。右45度からのフリーキックを得ました。後半の10分を経過したところ、今はねいい形になりそうだったですよね。もう少しね安田君がね引きつけた方が良かったですね。ちょっと早く出しすぎましたよね。もっと強引に突破する選手なんですけれどもね、ですから今ファールされましたよね。ですから5番の選手もう少し引きつければフリーで、いけたような気がしました。右サイド走走が開けたわけですね。さあいい位置でのフリーキックです。5番の川瀬誠義、そして9番の萩村、3番の松田もいます。長身の選手をずらりと揃えました日本高校選抜。佐藤のこれはフラッグが上がっています。オフサイドフラッグが上がっていますが、レフリーが気づきません。そしてヘディングシュートこぼれたのか、松田のスタンド。これはオフサイドです。オフサイドです。旗が上がった中でのプレーでした。オフサイドです。ただこのメンバーがあれだけゴール前で走り込むと迫力ありますね。前に飛び込んだ選手の平均身長は1メートル80センチを超えています。でおっと大きな声が響いています。中音マイクを通じてアセンシ監督の声が響き渡っています。田島さん、はい、驚きました、ね。はい、オフサイドと上いえゴールネットが揺れた瞬間全く沈黙しました。あ、なるほどね。とにかく失点は許せないという覚悟です。さあ安永です。安永クリアしていきます。ルビオ16番のルビオがクリア。ここでまたコーナーキックで5番の川瀬、9番の萩村が上がっていきます。1メートル74センチの中崎が下がります。ですから平均これは1メートル80を超えます。すごいですよね。大型ですよね。はい、これが日本の新しい時代を背負う日本のメンバーになります。佐藤幸彦のコーナーキック。ニアポストに森崎がいます。その他の長身の選手は全てパワーポスト。後半初めてのコーナーキック、逆サイドまで流します。ヘッドで競ってキーパーを抑えます。そして逆にカウンターです。左サイドボールをコントロールしている FC バルセロナユース、ようやく攻め手が出てきました日本高校選抜です。16番のルビオ中に流します。4番のペピンです。ちょっと展開が早くなってきました ね、うん、そうですね。ここでボールをカットします。そしてボールを持ったのが安永、前に叩いて16番の森崎、一塁船橋高校前に上がっていく安永、これカットしていきます。今しっかりと選手をマークしている6番の中崎博則です。両サイドも含めて基本的にはほとんどマンツーマンでやらせるという柴監督です。ここでボールをカットします。おっと危ないぞ。11番のアバット、そして左サイドからシュートに行ったディフェンダーが体を入れます。よく止めました5番の川瀬誠司、帝京高校のキャプテンの川瀬、そして9番の萩村もついています。これ7番の菅原、市立船橋高校前に送ります。戻して前線へ、ここで安永へは通りません。もう一度ポーンと逆サイドに振って7番のロレンを使おうというところ。7番のロレン、2人がチェックに行きます。センターリング折り返したボールはディフェンダーに当たってゴールラインを割りました。コーナーキックになります。後半2本目のコーナーキック。さあここです、6番のグシ、左足のシュート、先ほど交代で入った左利きの選手。9番の萩村、四日市中央工業。さあコーナーキック後半2本目、カーポストで打ってヘディングで競り勝っています。後ろからのシュート、奈良崎、サイドネットです。ヒヤッとしました。最後シュートを打ったのが3番のパオです。奈良崎聖吾です。今大会最高のゴールキーパーと言っていいでしょう。初戦では清水商業の猛攻をしのぎました。そして四日市中央工業戦では PK 戦でチームを3回戦に導きました。そしてベスト4、準決勝では市立船橋に3点を奪われています。ただその3点すべてにボールに触っていたのが奈良崎でした。そうですね、本当によくなりましたよね。よくなったということなんですか、はい、成長してますよね、本当に将来楽しみなゴールキーパーですよね。センターリング、これもディフェンダーに当たってゴールライン、直接ゴールラインを割っています。ゴールキックです。日本高校選抜が風下です。風を正面から受ける形になっています。田島さん、はい、千葉監督、中盤から前の選手全員に
ップを指示しましたね、控えの選手。中盤から前の選手にアップを指示した、はい、ということは、今式田がいましたね、市立船橋高校。そうですね、あと帝京の熱田とか、この選手は中崎雄一、帝京高校で誰がいつ出てもいいようにと。あ、なるほどね、はい、攻撃的な中盤の選手をにアップを命じました柴監督です。さあ右サイドから前に送ります。こぼれたボール、しかし誰も詰めていません。市立船橋高校の選手を2人投入しようという柴監督です。これまず14番の吉村浩二、南上の吉村に変えて11番の敷田孝義、2年生を入れます。柴監督からの指示を受けて11番の敷田です。この、はい、この交代は吉村のポジションから攻め込まれることが多いので、この敷田の運動量に期待したいという話ですね。なるほどね。この敷田は昨日のFC バルセロナユース対市立船橋のゲームでも試合に出場しています。そしてもう一人、今タッチラインの外に12番の森崎正光がスタンバイしました。まあ、あの中盤が、ね、厚くなりますよね、はい、そうですね、市立船橋はね、中中盤のディフェンスがいいんでね、そこでボールを取ってですね、攻めるという形がよくできたと思うんですよ、まあ、その狙いもあるんじゃないでしょうか。ですから前線に森崎義勇、はい、中盤に敷田と14番の森崎、今入って正光、はい、そしてスイーパーに鈴木和弘、はい、右のサイドバックに菅原龍太、市立船橋中心のメンバーにこれ切り替わりました。12番の森崎正光が入ったところです。右サイド11番の敷田が上がっていきます。ここで、ホイッスルはありません。田島さん、はい、じゃあ金子さんどうぞ。はい、こちらも動きが激しくなりました、10番のアレマンに変えて12番のアルベールを入れます。12番のアルベールを入れる、はい、選手監督はボールに触ってこなかったら恥だと思えと言って送り出しました。怖いですね。今選手監督はずっと立ち上がったままです。12番のアルベールを入れます。それから野口さん、はい、はい、この3番の松田を下げた理由なんですが、ゴール前折り返していきますが、ゴールラインはあります。どうぞ。期待に反してですね、増田から前線にパスが出ないという理由で、この森崎正光のミドルパスに期待したいという話ですね。はい、奥田さん、松田はディフェンス、センターバックもあるいはディフェンシブハーフもするという選手なんですが、適性としてはどちらが上なんですか？いや、僕はあのディフェンスハーフの方がいいと思いますね。そうですか、はい、よく周りも見えますからね。今はそのディフェンスチームのポジションに入っていたんですが、そこを森崎正光に変わりました。市立船橋のホットラインということになります。さあ左サイドへえぐっていきます。 FC バルセロナユース、からここでカットしてコーナーキックになります。これが後半3本目のコーナーキックになります。スーッと上がってきたのが3番のパオです。1メートル80センチあります。ただ日本高校選抜も競り負ける選手たちではありません。からポーンと前に送って17番の安永を走らせます。安永は前を向きました。ドリブルで持っていってポーンと浮かしたボールです。佐藤幸彦が走ります。ここで16番のルビオ、逆にボールを奪った FC バルセロナユースです。左サイドから前へ送ろうというところで、ここでカットしました日本高校選抜。そして細かくつなぎます。11番の敷田、このパスが通りません。カットされてしまいました。なんとか1点を取りたい。もう間もなく後半の30分を経過します。これ以降1点が入りますと、そのまま決勝点になります。11番の敷田、森崎へのパスが通りません。森崎義行、左サイドを使います。後半に入ってから FC バルセロナユースの方は左サイドからの攻撃が非常に多くなっています。選手の大きな息遣いが聞こえました。今後半の30分を経過しました。試合の残り時間が10分です。浮いたボール、これをコントロールするのは、これでタッチラインを割りました。 FC バルセロナユースボールのスローインです。昨日のゲームでは市立船橋と対戦して1対0で勝った FC バルセロナユース、まだ日本に来て得点を許しておりません。この試合は両チームとも得点がありません。ポーンと叩いて右サイドを使います。落ちたボール、ボールに絡んでいくのが6番の中崎博則です。帝京高校、
準優勝の帝京の中崎、そして安永がここにいました。タッチを割って日本高校選抜ボールのスローインです。決してねバルセロナも今いい良くないですからね。あ、そうですか。良くないですよ、はい、よく守ってますからあの、はい、選抜の方がですね、もうチャンスあると思いますね。ここでヘッドで競ったのが川瀬です。川瀬誠司、そして左に叩きます中崎です。そして敷田ダイレクト前の北がオフサイド、オフサイド。そして蹴った直後に敷田が倒されました。安永でしょうか、安田が倒されました。安永と敷田両方とも痛んでたんです。早く立ち上がったのが安永、そして今ちょっと足を引きずるようにして走っている11番が市立船橋高校2年生の敷田です。30名の優秀選手のうち3年生が24名いました。2年生が5人、1年生が1人、森山北高校の森川貴博が入っていました。今回の優秀選手です。すでに海外遠征のメンバー20名に絞られています。さあここで体を入れてボールを奪おうという日本高校選抜、ホイッスルはありません。今タッチラインの外に安永が運び出されています。前線を送って森崎義行です。ここでためを作ってなんとかディフェンスラインの上がってくるのを待ちます。そしてあっとここでボールを取られてしまいました。森崎正光左サイドから突破していきます。吉井バルセロナに一人かわして、さあ自分でシュートに行くか、キーパーが出ます。ゴールキーパーが出ました。ゴールキーパーの楢崎聖剛です。そしてタッチラインから外に出ていた安永が今戻りました。フィールドプレイヤーが10人に戻っています。さあ逆に FC バルセロナユースのチャンス、これチャンスの目をつんだのがスイーパーに入っている鈴木です。鈴木和弘、17番の安永前へ叩いて、これが敷田、そしてポーンと浮かしたボールですがここにいません。森崎義行が絡んでいきます。前線に送ったボールがクリアボールになりました。タッチを割っています。なんとかこの森崎の爆発するところを見たい、うん、いい形でねボールをもらわないとやりすぎないですよね、そして今10番と15番の2人の姿が見えました。10番は帝京高校の厚田、15番は帝京高校の中崎です。日本高校選抜は2人メンバーを変えます。すごい歓声です。16番の森崎義行に変えて15番の中崎雄一が入ります。そして13番の佐藤幸彦に変えて10番の厚田誠が入ります。帝京高校の2人が入りました。準優勝の帝京の2人です。左サイド、これが中崎宏典です。これはゴールラインを割ってしまいました。さてこの交代に関して野口さん、はい、田島さん、はい、森崎義行なんですが、昨日のバルセロナ戦で痛めた左足、ちょっと足首のあたり痛めてましたね。そうですね、これがやはり悪化してきて動きが落ちたと、はい、いうことがまず一つということは、そこに中崎雄一が入るわけですね。そうですね、はい、それと佐藤なんですが、佐藤の運動量もやはり落ちてきたと、はい、前半ちょっと左肘を痛めましたよね。あ、その、はいはいはい、その影響もあるかと思います。なるほどね。で森崎が下がることに関して、監督はですね、ちょっと空中戦不利になるかもしれないが、やはりここは安田、はい、そして暑さの運動量、ここにかけたいと話していますね、はい、なるほどね。ですから今フォーメーションを見ますと安永のワントップのような形になっています。10番の暑さ、そして15番の中崎雄一という2人の帝京高校のメンバーを入れました日本高校選抜です。こちらが中崎宏典です。6番をつけています。そしてこちらが10番の厚田。田島さん、はい、FC バルセロナ4番のペピンがこちら側タッチラインの外に出ています。左膝の治療を行っています。そうですね、ちょっと痛そうにしています、はい、接触プレーがありまして、はい、左膝を相当痛めたようです。はい、日本高校選抜の方は帝京と市立船橋中心のメンバーという形になっています。日本高校選抜の方はすでに4人のメンバーを変えています。そして FC バルセロナユースの方も4人メンバーチェンジを行っています。さあヘッドで競ってこのボール落ちたところです。
こに絡んでいったのが11番の敷田、市立船橋高校です。すでに後半の35分を経過しています。両チームとも得点がありません。0対0白と青のユニフォームが日本高校選抜。田島さん、はい、FC バルセロナ4番のペピンは退きます。18番のトメを急遽入れます。はい、これが FC バルセロナユースとしては5人目のメンバーチェンジ。さあ左サイド11番の敷田、そして走らせて15番の中崎雄一のセンターリングはゴールラインを割ってしまいました。ここで5人目のメンバーチェンジになります。18番のトメを入れます。FC バルセロナユース、ちょっと左膝を引きずるようにしてペピンがベンチに戻ってきました。田島さん、はい、それからアチェンシ監督なんですが、30分を過ぎてからもう立ちっぱなしですね。二王立ちですね。守っても本当にもう立ちっぱなしが続いているんですが、チーム関係者に促されてようやく椅子に座るという状態です、はい、手を叩いて大きな声を出したりしています。さあ前が空いてるぞ、シュートに行けるか、胸でトラップしてシュートに行けない、倒された、ホイッスルはありません。ホイッスルはありません。ディフェンダーに挟まれるような形になりました安永。チャンスなんですけどね、いい感じでもう出てこう抜けてきたんですけど、まだ日本高校選抜は後半シュートがないんです。ない、うん、でももうちょっとなんですよね。そしてまた安永シュート当てているぞ、倒されたホイッスルはない、これもホイッスルはない。安永が2回連続で倒れています。これはゴールライン割っています。ゴールキックです。安永のスピードを生かそうという意図ははっきりしてきました。高いボールを入れてという展開ではなくなりました。なんとか1点が欲しい日本高校選抜。田島さん、はい、シワ監督は今のプレー見ましてね、今のは PK だろうと立ち上がって話してましたね。その辺やっぱりもう勝ちたいというところが出ているんですね。そして今担架が要請されました。最後にチェックに入った選手が倒れています。5番のマルクでしょうか。すでにメンバーチェンジ5人を行っている FC バルセロナユース。後半のまもなく38分になろうというところ。あ、これは2番のアルベルトですね。ここですよね、多分キーパーとぶつかってるんでしょうね。自分のキーパーと接触したかもしれません、はい、今のねタックルなければ得点になってる1点ですからね、よく滑りましたね。今ゴールラインの外に運び出されます。すでに5人のメンバーチェンジを行っておりますので、メンバーチェンジはもうできません。フィールドプレイヤーのメンバーチェンジはできません。さあなんとか1点を取りたい高校選抜です。これは高校選抜のチャンスありますよね、はい、もうバルセロナのディフェンスがおかしくなってますし、動きも鈍いですからね。安永君のやはり一発期待したいですね。押してしまいました。日本高校選抜ボールのフリーキックになります。ポーンと浮かしたボールです。ヘッドで落ちたところ、もう一度選手が寄っていきます。10番の厚田です。厚田。10番帝京高校の厚田。そして中央へ森崎正光。そして17番の安田がもう一回戻します。森崎。右サイドの大きな展開を使います。しかしこのボールに追いつきません。11番の敷田。後半の39分を経過しました。試合の残り時間が1分です。ただロスタイムがあると思われます。なんとか1点を取りたい日本高校選抜です。過去このニューイヤーユースサッカーで日本高校選抜は外国のチームと対戦して2勝4敗という成績が残っています。前に送ります。安田が抜けた、シュートに行った、浮いたクロスバーを越えていきました。決定的な場面でした。ちょっと力力入っちゃったですね、もっと楽にシュートしたら入ったかもしれません。いいトラップしましたよ。これはいいトラップでした。そしてシュートに行きましたが浮いてしまいました。ただ安永らしいプレーでした ね振り向きざまの速さです。今後半の40分を経過しました。ロスタイムに入りました。ヘッドで競って落ちたところに日本高校選抜の選手がいません。 FC バルセロナユースのスローインです。ボールを入れるのが16番のルビー、この選手が15番の中崎雄一、そして安永です。場内で大きな声が響き渡っているのが FC バルセロナユースのアセンシ監督の声です。
これ前線へ、さあここからです。これがあるいはラストチャンスかもしれません。15番の中崎雄一、中崎が裏を通そうというところヘディングでクリア、もう一度あります。15番の中崎ダイレクトの中へ引き出す、これ倒されました。ホイッスルです。これはホイッスルです。完全に足に行ってしまいました。2番のアルベルトにイエローカードが出ます。11番の敷田が倒されました。倒された11番の敷田、非常にまだ2年生なんですが人気のある選手なんで、場内から悲鳴が沸き起こりました。可愛い顔をしているんですね。いい動きですよね。すでに41分を経過しています。これが最後のプレーになるかもしれません。蹴るのが10番の厚田です。さあ誰に合わせるか、逆サイドに一気に振ります。ボールがちょっと長いか、ゴールキーパーがダイレクトで抑えました。最後走り込んでいたのが森崎正光です。16番のルビオ、右にこのボールです。10番の厚田、厚田が前へ強いボールを送ります。ここでボールを奪いたいのが日本高校選抜です。左に振ります。ここで左サイド、ボール前にはスーッと3人の選手が上がっていきました。 FC バルセロナユース、細かくつないでもう一度センタリングを送りたいところ、体を入れます。浮いたボール、さあこのボールヘディングでセッター森崎正光、そしてここでクリアします。ボールが浮いています。なんとか前につなぎたい。もうすでに2分以上ロスタイムを取っています。主審の布施さんです。ホイッスルがあって、これは日本高校選抜ボールです。もう時間がほとんどありません。両チームとも得点がありません。0対0、前半40分、そして後半もすでに40分戦って得点がありません。なんとか早く前に送りたい。このボールをカット、16番のルビオです。敷田が絡んでいきますが、これはホイッスルです。バルセロナユースボールです。先ほどからチラッチラッと主審の布施さんが時計を見ています。もうロスタイムが3分になろうというところ。左サイドです。12番代わって入ったアルベール、これボールを奪います。さあ日本高校選抜ラストチャンスになるかもしれません。前に送ります。安永を使います。このボールが流れていきます。もうほとんど時間がありません。3分以上ロスタイムを見ています。主審の布施さん、8番のルフェテ、16番のルビオです。アルベールが右に叩きます。ここでボールを奪います。中崎雄一です。前にいる選手がちょっと少ないか。中崎雄一、外を使います。そして中崎弘則、双子の間でのパスでした。今なんかでもね、はい、長崎がボールを持ったけど、もうもっと前へ前へ行った方がいいですよね。止まってはいけないですよね、裏をつくような動きをしておかないと。さあ安永です。安永自分で突破していこうというところ、クリアしていきます。もう4分ロスタイムを見ています。なんとか1点、ここで1点取ればさよなら勝ちという場面です。そうですね、ヘッドで入れ、スローイン、中崎一人抜いていきます。中崎雄一、細かく繋いで、このパスが通りません。そしてこのボールを奪いたい森崎正美、右サイド7番の菅原、菅原がセンターリングを送ります。ヘッドの競り合い、ヘディング、合いません。中崎雄一が飛び込んでいきました。もうほとんど時間がありません。鈴木和弘が前へ、ここにいません。ここで長い笛、ニューイヤーユースサッカー第2戦は0対0、日本高校選抜対 FC バルセロナユース、両チームとも得点なく引き分けに終わりました。ゴールを割ることができませんでした日本高校選抜、0対0の引き分けということになりました。素晴らしい内容のゲームになりましたね、鈴木さん。そうですね、でもやっぱ自分たち本当今日勝ちに行くゲームだったんで、点数取れなかったのは悔しかったです。この点数は0対0の引き分け、まあ、点数は取れなかったんですが、このバルセロナを0点にシャットアウトしたということに関してはいかがですか。自分たち昨日やってるメンバーも何人かいて、相手がどういうのか分かったんで、守りは守りやすかったですね。それでは最後に、国際大会に向けて抱負を聞かせてください。そうですね、去年よりいい成績残すように向こうで頑張っていきたいと思います。続きまして安永選手です。
終了直前のシュートは惜しかったですね。いや、ダメです。あれはやはり焦りが出てしまったということですか。私の決めてやろうっていう意識強すぎてアウトにかかっちゃったんで。でも後半の残り時間20分あたりからは高校選抜素晴らしい攻め展開しましたね。そうですね、最初からできればよかったんですけどね。それでは、最後にですね、国際大会に向けて力強い抱負を聞かせてください。キャプテンも言ったように本当去年よりいい成績で帰ってくれるように優勝目指して頑張りたいと思います、はい、以上鈴木選手と安永選手にお話を伺いました。ニューイヤーユースサッカー第2戦は結局0対0の引き分けで終わりました。この選抜メンバーは4月6日からヨーロッパ遠征ということになります。奥寺さん、ヨーロッパ遠征する選手たちに向けて一言メッセージをお願いしたいんですが、まあ、これだけ、ね、試合できたということは、ね、すごい自信になったと思うし、まあ、これだけの強いチームでやって、ね、すごく良かったなと思いますね、はい、向こうでも、ね、まあ、こんな強いチームそんなにいないと思いますので、ね、自信持ってプレーしてほしいと思います。自信を持ってということになりますね。そうですね、はい、放送の解説はジェフ市原スーパーバイザーの奥寺康彦さんでした。奥寺さん、どうもありがとうございました。どうも。